奈良県立奈良養護学校です。よろしくお願いいたします。個々の発達課題に対応する教材データベースの構築とネットワーク化についての取り組みを進めてきました。一般助成と特別指定を連続して受けることができ、この3年間で大きな成果を得ることができました。簡単ではありますが報告させていただきます。奈良養護学校は奈良市の西南部にあります。近くには薬師寺や東照大寺といった古いお寺があります。観光地ではありますが、学校周辺はのどかな田園が広がり、遠くに若草山を見ることができます。奈良養護学校は肢体不自由の子どもたちが通う学校です。子どもたちは3台のスクールバスか保護者の送迎で通学しています。重症心身障害の子どもも多く、全体の4割近くは気管切開をしていたり、直接胃に栄養を入れる等の医療的ケアの必要な子どもたちです。特別支援学校には健康面や行動面、認知面や運動機能面、心理面といったところに様々な課題を抱える多様な実態の児童生徒たちがいます。そのため多様な学習課題が必要であり、多様な課題に対応するために個々に合わせた指導内容を教員が設定していくことになります。そのため実際の指導にあたっては、効果的な学習のための多種多様な教材教具が必要となってきます。その蓄積がこれまで個人レベルであったものをデータベース化することにより、学校レベルのものにしていくこと、さらにそれをネットワーク化することで奈良養護学校以外でも幅広く活用できるようになっていくのではというところから、今回の取り組みが始まりました。障害がある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育システムで、どのような学習を行うのかの情報を提供したり、地域の特別支援教育のセンター的役割を果たすために情報を提供したりすることが求められており、その情報の発信のために地域支援ネットワークの考えが生まれました。今回の研究は学校では5年間の流れの中でなされてきたものです。最初の3年間で自立活動の充実を目指し、後の2年間で確かな学びを育む授業について検討を進めています。そこで得られた成果から教材を中心とした情報を発信し、広く役立てていただくために教材共有ネットワーク TMSN が生まれました。こちらが教材共有ネットワークのトップページです。教材を発達の流れを踏まえたデータベースとして整理していくために、元となる理論としては感覚と運動の高次化理論を取り入れています。この理論は淑徳大学発達臨床研究センターで宇佐川博先生によりまとめられたものです。こちらは教材検索ページです。発達水準や自立活動のロック文、課題項目などで検索できるほか、キーワードによる検索機能も備えています。必要に応じた多彩な検索ができることがデータベースとしての使いやすさになると考えています。こちらは会員同士による教材についての意見交換や情報交換ができるページです。これとは別に教材以外の情報や意見を交換できるページも設けています。まだ十分に機能していない面もありますが、保護者、福祉関係施設職員、教員など様々な視点でディスカッションできる場になればと考えています。現在主な課題として取り組んでいるのは次のような6点です。これらの課題が充実していくことが教材ネットワークとしての充実につながっていくと考えています。ここからそれぞれの課題についてどのように進めてきているのかを紹介していきます。学校や施設を訪問して実際にどんなことができるのかを考えたり、どんなニーズがあるのかを話し合ったりしています。いくつかのモデル校やモデル施設を設定して検討を進めました。そこでの成果はデータベースやお役立ち情報 Q&A のところで紹介しています。ここもさらに充実を図っていきたいと思っています。教材データベースそのものの充実については、データの質的な充実と量的な充実、検索機能や使い勝手の充実、投稿のしやすさといった観点で取り組んでいます。教材共有ネットワークの管理や維持は奈良養護学校単独でできるものではありません。活用の輪の広がり、情報交換の輪の広がり、みんなで充実させていこうとする輪が広がっていかなければなりません。現在は近隣の特別支援学校と協力し、パナソニック教育財団の一般助成を受けながら充実に向けた取り組みを進めています。暨陽大学との共同研究として、
フラッシュを中心としたデジタル教材の開発を始めて現在で5年目になります。昨年度までの研究の中で個々の興味に応じた教材開発に取り組んできました。おにぎりの大好きな男の子が使っているフラッシュです。食材をお弁当に詰め込み誰かに食べてもらうという設定です。簡単なストーリーの理解とそれに基づく操作力の向上、食べてもらうことの喜び体験などを目的として使っています。これと同じようなものが iPad アプリの中にもあり、展開としてはそのアプリを使えるようになればと思っています。これからの方向性として iPad へのつなぎとなるようなものを作っていければと考えています。本年度は iPad アプリを視野に入れながら開発を進めています。児童生徒の発達状況や課題を考えるためにアセスメントチェックリストを利用します。チェックリストはサイトでも紹介しており、ダウンロードして使うことができます。チェックを進めることで、そこから左にあるような個人課題の個表を作成したり、発達水準を調べることができます。また発達の個人内差をレーダーチャートで確認したりすることができます。これは簡易版チェックリストで Excel で作られていますが、これもダウンロードすることができます。色のついている項目をチェックすることで大まかな発達水準を見ることができます。8水準それぞれに10個の項目があります。簡単にできますので、奈良用語では在校生全員について実施しています。これにより学校として発達感を共有することができるようになり、子どもについての情報交換がスムーズになりました。肢体不自由の養護学校という専門性を生かして、サイト内でお役立ち情報として体への取り組みや便利グッズなどを紹介しています。難しい場面や状況での対応方法や学習の進め方などの情報をまとめています。これからも情報を充実させていきたい部分になります。お役立ち情報の一部です。卒業後の施設から体の状態を整えるような簡単な方法をよく聞かれます。非常にニーズが高く、簡単な対応で改善していく肩緩めの方法を解説しています。肢体不自由の場合、運動の少なさ、偏った使い方により体幹や肩に力が入り硬くなっていることがよくあります。本人にも辛いことでストレスにもなりますので、ちょっとした対応で改善できるものとして対応していっていただけるとありがたいです。教材共有ネットワークの存在を伝えていくことも大きな仕事ではないかと考えています。昨年までにいくつかの冊子に記載していくことで紹介をしました。現在は教材共有ネットワークの使い方を解説した書籍の発行に向けて原稿をまとめているところです。早く出版できるように頑張っていきたいと思います。研究会や研修会、学会などいろいろな機会を利用して広く紹介していく活動にも力を入れています。昨年は高知での特殊教育学会で自主シンポジウムを開催いたしました。その時のメンバーです。本年度も特殊教育学会や肢体不自由教育研究協議会全国大会、全日本教育工学研究協議会などで報告していく予定です。特別指定の公開研究発表会の様子です。特別支援学校の先生方を中心に150名を超える参加者がありました。すべての授業を公開したために、ほとんどの先生が公開に携わることとなりました。学部ごとの授業検討会と教材共有ネットワーク、ICT 教材についての分科会を開催しました。この発表会を機に近隣の学校とのつながりが生まれてきました。2年間の特別指定研究を終えて感じていることをまとめてみました。形として教材共有ネットワークを開設することができ、そこに成果の多くを組み込むことができました。作るにあたっては、暨応大学の西畑先生、東大阪大学短期大学部の太田先生、鴨谷先生にご協力いただきました。財団アドバイザーの堀田先生からもたくさんのアドバイスをいただきました。この授業を通して多くのつながりができたこと、多くの利用者ができたこと、たくさんの感謝の言葉も聞きました。本当にありがたいことと思っています。今課題として取り組んでいることは、教材共有ネットワークの共有性を高めていくことです。近畿各地での研修会の開催、協力してくれる学校との連携を中心に次の段階への歩みを始めました。そしてさらに内容を充実させていく取り組みについても進めていけるようになればと考えています。今回発表をお聞きいただいた皆さんも、ぜひ一度教材共有ネットワークにアクセスしていただき、それぞれの所属先で広めていただければと思います。
教材共有ネットワーク TMSN でぜひ一度検索してみてください。以上で奈良養護学校の報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。